亀八幡宮の神輿です。亀山八幡宮は西久保町に鎮座し、通称久保八幡神社、久保の八幡さんと呼ばれ、平安時代の上元年間に創建されたと伝える歴史深いお宮です。神輿は尾道町の豪商の中で毎年10月中旬の土曜日の夜に宵宮祭、翌日曜日に本祭を執り行い、神輿は宵宮祭に町内を勇壮に練り歩きます。神輿の先導役を務めるのは猿田彦の神で天照大神の孫、犬木の神事が天上高天原から地上に天下る際、先導の役目を果たしたとの天孫降臨神話により、先払いの神として神の乗る神輿の先導を務めています。発言は秋祭りは夏の奄美の広島では一つどもえの神輿を主題となって発言、坪地区の有志を中心に構成する祭りと神輿、そして地域を愛する男衆たちです。5000円のほどどうぞよろしくお願いいたします。お届けいたしました。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。